グリーンパトロール一級建築士のよっちゃんです。横浜市は諌様邸雑草対策増援工事石張動画施工例。こちらは砂利のところから結構雑草生えてますね。はい、うちのホームページを見てお客様がお問い合わせをしてくれたんですけれども、はい、地元のホームセンターに、雑草対策の工事を依頼したのに、うん、砂利のところから雑草が生えてきて困ってますと。手直ししてくれないんですって。そんな連絡が入ったんですよ。頼んでこれなんですね。でもう2年ぐらい前なんですけども、ホームセンター結構でっかい地元でもホームセンターに頼んだらこういう手抜き工事をされちゃったんです。悲しい。でうちが工事をやってる防草シートが今これ貼られてるところなんですけどね、このグリーンの。あ、グリーンのですね。シートが防草シートなんですけども、これホームセンターで扱ってる防草シートと性能が違うんですよ。ですからお客様は知らないで防草シートを買ってますけども、ホームセンターのを買ってもなかなか完全に、防草することは難しいということを知らないんですね。でこの石張りも含めてこの石張りしてるところにも草がいっぱい生えて困ったんですね、はい、ですからもう庭中草だらけだったんですよ、このお宅は。これだけ広いと大変ですね。はい、ですから砂利と石張りとすごくかっこよく作り変えちゃいましたので、とても綺麗です。グリーンパトロール社長の刈谷です。私が親切丁寧にアドバイスいたしますのでお気軽にご連絡ください。フリーダイヤル 0120-041-301 です。お電話お待ちしております。雑草対策の施工事例がたくさん紹介されていますのでホームページをぜひ見てください。チャンネル登録もよろしくお願いします。